真ん中のグレードです。X? X です。新しいエンブレムだ。はい、新しいエンブレムです。レッツキが全体的に角張ったデザインしました。へぇ、一つ前の K32 型のエクストレート1個前 K31 型リセットと似たようなスタイルにしております。で、内装も高級感を出してます。え、そんなね、エンジンが圧縮比が変えられる、あ、そう、可変、可変っていうの、そう、そういうことなんです。どこで分かるの、それが。見ても分かんない、多分エンジンでも。勝手に変わるわけ。うん、そういうのよ、そういうの話聞いてます、そういうの聞いてます。ああ、切り替えたりするわけじゃないんです。切り替えじゃないんです。なるほど。出力とか回転数とかパワーの状況に応じて、うん、圧縮比が変えるってこと。あ、パワーに応じて圧縮比が変わるんだ、自動で。夢のようなエンジンという本当にすごい技術らしいんですね、この技術は。Eパワーです。これ E パワーだもんね。 E パワーです。だからエンジン駆動じゃないもんね。エンジン駆動じゃない、そうです、おっしゃる通りです。あれ、これ4駆です。4駆です。それで発電効率を高めるわけ。おっしゃる通りですね。今1200のセレナは E パワーは1200のエンジンですけど、これが1500のターボで、E パワーなんです。パワー不足をちょっと解消させてます。燃費も良くですね。あ、パワー不足の解消か。はい、なんかこの内装も変わったんですか。そうです、内装もちょっと変わってますね。ここもね、真ん中ピッて開いてます。あー、なんかこういうセンターコンソールになってるんですけどね。で、このナビはあのディーラーオプションのナビになりますので、メーカーオプションだともうちょっと大きな広いナビですね。ナビね。はい、金額もいろんな方に合うように、もちろんすごく高いエクストレードもあるし、リーズナブルなものもあるしということ。ただ内装の質感は結構高めてます。あの SUV なんだけれども、やっぱりちょっと上質な内装をしてるんですよね。結構ね、綺麗ですよね。パワーつく、なんかこういうメッキ感もね、違いますよね。そうですね、なんだか違いますね。あとパワーシートもついてますしね。これも X でもこのパワーシート、あとはまあエンジンもさることながら四駆ですね。 E フォース、これはもう極めつけ、これがすごい、これがすごい技術だということで、ね、まあ、絶賛されてるんですが、ちょっと、まあ、なかなか乗り比べるのが難しいんですけどね。雪道だと本当わかるそうですね。雪道、雪道、雪道での、要は四駆ですから、大きなモーターを前後に使ってまして、話によると後ろのモーターもノートと同じぐらいのモーターを使ってるってことで、どっかにこう日産の動画であったんですけど、ラーメン丼を E コースの上に乗せて、ラーメン丼を E コースの上に乗せて加速してって止まってもおつゆがこぼれないっていう、そういう動画がね、どっかにあったんですけど、日産が出してるので宣伝なんです。それはどういう例え。つまりこうならない、加速してこうやってブレーキかけてこうなるのが普通の車なんですけど、へえ、こういう加速で姿勢を崩さずに酔いにくいっていう、へえ、そういう緻密な制御ができるのがモーターの特徴ですね。電子制御なので機械的な四駆じゃないんです。そこが大きな特徴です。もう完全にもう、あの、自分でやるわけじゃなくてもコンピューターが全てやってますね。本来ならばアリアでもう2年ぐらい前に発表してて、こんなつけるよってやってるんですが、アリアはちょっと生産が遅れてまして、まだ E フォースを積んだアリアはまだ来年なんですが、エクストレイルがまず先立って出ましたね。E フォースって言うんだ。 E フォース、後ろにね、あの書いてあるんです。 E フォース、左側です。これがすごい、これ、はい、この車だけですよね、もちろん。そうです、今エクストレイルだけです、 E フォースが積んでるんです。こういう素材初めてじゃないですか。このエクストレイルは上質さっていう話をしましたけど、うん、やっぱ室内の静かさにもこだわってますから、雨を巻き上げた時のシャーシャーシャーって音も、そう、軽減してるんです。あ、そうなんだ。はい、それを使うことで雨のシャーシャー音を軽減してます。これ今までありました、こんな、ある車もあるんですけど、でもここまではなかなか珍しいのが、やっぱり、ね、一部やっぱ高級車になってきてからだと思うんですが、なかなかついてないと思います。普通鉄板の、そう、伝ってプラスチックだったりプラスチックとかエクストレイルはすごく静かな車ということです。
で、SUV なので走り、走破性能も兼ね備えてるって言って、上質さと走破性能両方兼ね備えてる。新しいジャンル。上質？上質です。内装。走破性？走破性。四駆ってなっちゃうとやはり、ね、中が、例えば前のエクストレイでも防水シートとかね、なってくるんですけど、もちろんそういうのもありますけど、革使って本革ですよ。これいつから発売でしたっけ？今日が、まあ7月、先月ぐらいだと思うんですよ。これは納車はどれくらいかかるの？今これがゴールデンウィーク前だからもう半え、ゴールデンウィークってね、来年の、うそ、そんなにかかんの？半年どころじゃないじゃない。そうですね、まずね、7ヶ月8ヶ月。ああ、そう、はい、なかなか待ちますね。待ってるんですね。これもやはり売れてるので伸びてるっていう感じ。来年の5月だって、ですよね。そうです、最初の納期より伸びてますね。そうか、まあありがとうございました。あ、いいえ、どうもです。どうもすいません。